こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を高めるための3つの宿題、やってきてくださったでしょうか。3つの課題、動画の最後でもお伝えしますけれども、女性の方もパートナーさんのチェックしてみてください。健やかな健康なくしては健やかな勃起はありえませんし、朝立ちというのは健康状況にも直結しているものなので、ぜひ毎朝チェックしてみてください。今日はこれ、パートナーさんとまた一緒にできる筋トレ方法についてお伝えしていきたいと思うんですけれども、実は今日お伝えする筋トレは耳つぼなんですね。耳つぼと筋トレかけ離れてるようなんですが、耳をつぼるだけでいろんなことがめちゃくちゃいいんです。で、女性にとってもめちゃくちゃいいんですよ。なのでこれはと思って今日ご紹介しますので、コツコツやってみてください。で、この前足つぼの方法もご紹介したんですよ。で、やっぱりつぼっていうのはこう離れてはいるんですけれども、耳つぼジュエリーとかって昔あったの分かります？こうキラキラしたシールみたいなのを貼っとくだけでダイエットとかになるとかっていうものだったんですけど、耳もねツボがすっごいたくさん集まっていて、主に内臓器官とか自律神経のツボという風に知られているんですね。東洋医学とかでも使われているし、あとフランスでは耳ツボを使った治療方法っていうのが確立されているぐらい耳ってすごい大事なんですって。なのでぜひカップルで、そして一人で、いつでもどこでもできる耳ツボで筋トレという風にご紹介していきたいと思いますので、最後まで聞いてください。で、耳ツボ何にいいかということなんですけど、まずこの外側は自律神経に良いということなんですね。で、自律神経っていうのは交感神経と副交感神経のこのバランスなんですけれども、勃起には交感神経も副交感神経もすごく大事なんですよ。なのでこの自律神経を整えてくれるっていうのがこの外側というふうに考えてください。で、この内側は副交感神経に効くということなんですね。で、耳つぼを刺激することによって季節の変わり目の頭痛とかあるじゃないですか、そういうのだったりとか、肩こりとかも良くなったりとか、血行を良くしてくれる。今私ちょっと触っただけで耳あったかいんですよ。それから血行がだんだん良くなっていって、血行といえばですよ、血行といえば何ですか？勃起ですよね。血行を良くしておくってことは勃起にとってもめちゃくちゃ大事ですので、耳はとってもいいんですね。あとは食欲を抑えてくれるツボなんかもあって、ダイエットにも効果的と言われています。で、このね、足ツボみたいに、これ足だとして、この前かかとのとこ聖書聞きましたけど、ここは何とか、ここは何、指のここは何とか、いろいろあるように、耳にも細かくここは何、ここは何とかってあるんですけれども、そこまではやはり初心者としてはできないので、今日は簡単にできる方法をお伝えしたいと思います。お家でとか、電車待ってる間とか、こうってどうですか？信号待ち、おかしくないですよね。なのですごくおすすめです。じゃあ早速していきます。まず人差し指と親指で耳の上の方をつまむ。斜め上に3秒ぐらい引っ張る。で、外す。引っ張る、外す、引っ張る、緩める。これどれぐらいかというと、やってみるとわかると思う。痛気持ち具合が、痛気持ちぐらいでやってください。まずは斜め上に引っ張ります。次、ここ真ん中を掴んで横に、これもまた3秒ぐらい引っ張る。めちゃくちゃ気持ちいいです。これだけで目をつぶりたくなる気持ちよさ。これ寝る前とかやってあげるといいと思います。で、次、耳たぶを掴んで下に3秒ぐらい引っ張る。めっちゃ気持ちいいです。これ眠たくなってる。これだから眠りが浅い方、あとお子さんとかにもやってあげるとすごいスッと寝ると思う。で、次は耳全体を優しく揉みほぐす感じで、こうやって外側に回してあげる。次に内側に回してあげる。こんな感じです。これで終わり。で、やはり足つぼと同じで、これをやったから体全身すぐ良くなるとかっていう即効性はないので、毎日コツコツ続けることが大事です。で、本当にこれテレビ見ながらとかできるじゃないですか。
なのですごくおすすめだし、やると耳がポカポカするんです。だからこれから冬寒い季節、それこそ電車待って外寒いとかっていう時にやってあげると、ここら辺暖かくなるのでいいかもしれません。でこれを毎日続けることによって血行が良くなったりとか、自律神経が整うことによって勃起力にもつながっていく。かつパートナーさんとやればスキンシップにもなる。でお互いとても気持ちが良いという一石三鳥ぐらいの耳つぼトレーニングだと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。では今日はここまでです。最後に持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題をお伝えします。1つ目が運動です。筋肉鍛えることによって男性ホルモンが高まったりとか、見た目もシュッとすることでとっても異性から魅力的になりますので、ぜひコツコツ毎日1つでもいいのでやってみてください。2つ目が生活習慣の見直し。食生活、睡眠、ストレスなんかですね、見直す中で特に勃起力に足りない栄養素をサプリでサポートするのがおすすめです。満月堂オリジナルの勃起力サポートサプリ開発中ですので、もう少々お待ちください。で3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス、両方勃起力にとってもとても大事です。ふんどしパンツを履いて体全体を締め付けから解放させてあげて、リラックスさせてあげることをおすすめしています。質問お悩みある方はこの概要欄に LINE 書いてますのでご連絡をください。お返事めちゃくちゃ遅くなっているんですけれども、必ず私お返事しますのでお待ちください。写真や動画は NG となっておりますのでご了承ください。あとはいつも本当に皆さん応援してくださってありがとうございます。グッドマーク、チャンネル登録をして応援してくださるととても嬉しいです。では次の動画まで宿題やってきてくださいね。満月堂のみょんでした。バイバイ。